今回は大腿筋膜張筋の解剖学を勉強していきます。大腿筋膜張筋というと太ももの外側にある筋肉なんですが、スクワットの2インとすごく関わりが深くて、この2インを繰り返すことで怪我の原因となります。ではなぜ2イン繰り返すと怪我の原因になって、それと大腿筋膜張筋の関係があるのかとか、あとは長径靭帯炎といって膝の外側の痛み、ここにも深く関わってくるんで、ちょっと解剖学を勉強した後、スクワットの2インとの関係性と膝の外側の痛み、ここまで見ていけたらなと思います。ではまずは大腿筋膜張筋の解剖学からです。まず大腿筋膜張筋、起始部は骨盤にある上前腸骨棘という位置につきます。でこれ ASIS というのですが、骨盤のところで勉強した通り、この骨盤の前傾とか後傾を調べるところの目安にもなっています。そして底始部、これは長径靭帯を介して頸骨側面の外側につきます。ちょっとこの位置確認を先にしておくと、まず頸骨側面というのはこの太もも大腿骨があって、その下にあるすねの骨のこの前側の出っ張りの部分になります。でその外側につくのが大腿筋膜張筋で、位置でいうとこれが骨盤の前側なので、ここからつきます。上前腸骨棘ですね。でここから太ももの外側を通って頸骨側面、これが頸骨側面なんで、こういった形でつくのが大腿筋膜張筋です。でこれ長径靭帯を介してと書いてるのですが、大腿筋膜張筋というのはこっから上のことを言います。でこっから下の部分っていうのはすごく硬い、腱のような線になっていて、ここのことを長径靭帯と言います。皆さんも太ももの外側ですね、触ってもらうとすごく硬い感じがあると思うんですが、それが長径靭帯で、ちょっと骨盤に近い側の方ですね、ここを大腿筋膜張筋と言います。でこれ正面から見たんですが、横から見た絵ではこっちが前側です。こっちが前側で、こっちが後ろで、長径靭帯じゃで大腿筋膜張筋はここの上前腸骨棘 ASIS のこの前の部分から、ここ頸骨側面の外側に向かってつくので、筋肉としてはこんな形でついています。で前回殿筋といってお尻の筋肉のところで大殿筋というのを勉強したんですけど、大殿筋もこの長径靭帯に付着します。なので大殿筋はこの後ろ側からですね、こういう形で向かってつくのが大殿筋なので、こういった形で殿筋と大腿筋膜張筋というのは筋肉から筋肉に向かって起死停止がつくものもあるといった形になります。でじゃあこの大腿筋膜張筋と長径靭帯、どんな作用があるかというと、まず1つ目、股関節に対しては3つ持っています。屈曲と外転と内旋です。でこの股関節の動き見ていくと、まずこっちは股関節です。でここの受け皿の部分があって、屈曲というのはまっすぐ上に上げていく動き、これを屈曲と言います。で外転というのは外に開いていく動き、これが外転で、最後内旋というのは内にひねる運動です。なので股関節に対しては前に上げる屈曲、外に開く外転、そして内にひねる内旋の3つの働きがあって、膝関節には屈曲と伸展、2つの働きがあります。でここは膝の角度によって変わって、例えば膝関節が屈曲90度未満、90度以上曲がってない場合ですね、例えばこういう状態であれば大腿筋膜張筋というのは伸展、膝を伸ばす方に作用します。で逆に膝が90度以上曲がっている時、この場合は膝を屈曲、より曲げていくように働くのが大腿筋膜張筋なので、ちょっとね、膝の屈曲角度によって伸展と屈曲、この作用2つ分かれて、ここがね、後に出てくる2インにすごく大事になってくるんで、ここ今押さえておいてください。でその他には頸骨を外旋させるという役割を持ちます。で頸骨外旋というのはこのすねの骨、ここですね、これを外にひねる運動を持ちます。であともう一つ、全体の働きとしては大腿筋膜張筋は2アウトを防ぐという作用を持っています。で2、こっちに出てくる2インはいわゆる膝が内に入ることで、2アウトは膝が外に開くことです。でこれをちょっと見てみると、ここは骨盤です。これ骨盤、大腿骨があってすねの骨があって足です。でこういった形で膝が外に外に開いていくことをニーアウトというのですが、これを大腿筋膜張筋というのは防いでくれます。例えば作用で言うと、これニーアウトするとこっちに開きます。まず股関節というのはこういう方向に開いていきます。で
このすねの骨は逆に内に回っていきます。でこういったニーアウトの方向に対して大腿筋膜張筋というのは股関節を内旋、内にひねってくれる役割ですね。こっちにひねって、そして頸骨外旋、反対ですね、こっちにひねってという形が起こるので、ニーアウトの方向に対して逆の力を加えたりとか、あとはこの長径靭帯に沿ってこの膝の外側にこうベターと張り付いている形になるんで、外に外に膝が逃げていかないように守ってくれるのも長径靭帯とか大腿筋膜張筋の役割の一つです。なので太ももの外側の筋肉っていうのは、まあ大臀筋とかもあるんですが、この大腿筋膜張筋っていうのがすごく重要な役割を果たしてたりもするんで、この解剖学のところ少し押さえておいてください。じゃあ次にスクワットの二因と大腿筋膜張筋の関係について見ていきます。まずスクワットの二因というのは何かというと、切り返しで膝を内に絞って挙上することを言います。でここでの膝を内に絞るっていう動きはこの股関節内旋、こっちの動きです。じゃあその股関節を内旋することによってどういったことが起こるかというと、これ骨盤が持ち上がります。でこれなぜ持ち上がるかというと、ちょっと股関節の構造のところで内に絞ると股関節が詰まるような形になります。逆に外にひねると股関節は自由に動けるようになります。でこれ股関節の構造編で勉強したんですけど、スクワット綺麗な形でスムーズにしゃがむためには垂直の軸にしゃがむんじゃなくて頸部軸にしゃがむといったのを覚えてますかね。垂直の軸っていうのはこの股関節に対して真横に走ってるんで、こういうそのまま単純な屈曲という動きです。でその動きじゃなくてこの大腿骨の頸部という場所ですね、ここの頸部という軸に対して動かしていくと股関節外旋と屈曲という動きが組み合わさります。まあ、いわゆる膝を開いてしゃがむといった動きなんですけど、そういった動きをすることで本来スムーズにしゃがめます。で逆に、でその膝を開いてしゃがむという動きの反対が膝を内に絞るという動きなので、これは股関節内旋することによってわざと股関節の幅ですね、骨盤とこの大腿骨の間隔をぐっと縮めるような形になります。じゃあそうするとすごく窮屈になるんで、無理やり骨盤を持ち上げることができます。じゃあ骨盤を持ち上げることができるとどうなるかというと、これスクワットでしゃがんだ状態ですね、しゃがんだ状態から無理やりお尻が上がってきます。まあいわゆるこのボトムポジションっていうのをすごく反動で上げやすくなるといったイメージです。でそこの状態から次は挙上の段階では膝関節伸展という動きが入ってきます。で膝関節伸展っていうのは大腿四頭筋とかの働きではあるんですけど、もう一個ここ大腿筋膜張筋も関わってきます。四頭筋以外にも。でここで大腿筋膜張筋の膝関節伸展に関わる条件を見てもらうと、膝関節が屈曲90度未満であれば膝関節伸展に関わってきます。じゃあもう一度ここのスクワットの絵見てもらえると、まずスクワットしゃがみました、この状態ですね。でしゃがんだ時っていうのは膝関節90度よりもうちょっと深く曲がってるんで、だいたい100度ぐらいかなと思います。でこの100度ぐらいの範囲 でこの膝関節屈曲100度の時っていうのは大腿筋膜張筋は伸展として働かないので、まだここではうまく使えないです。じゃあどうすればいいかっていうと、二インして膝を内に絞ります。じゃあそうすると股関節内旋という働きが出て骨盤が持ち上がります。じゃあ骨盤が持ち上がると次こっちのフェーズに移行して、膝がここ曲がってる範囲ですね、90度未満になります。じゃあそうするとまあ例で挙げると80度なんですけど、90度未満になればこれ大腿筋膜張筋っていうのは膝関節伸展という動きに関わってくるんで、こっちの作用を使えるということです。でここで見ていくと、まあ別に挙上と流れとしてはいいんじゃないかなと思うんですけど、これ股関節内旋っていうのは大腿筋膜張筋の働きでもあって、この膝関節伸展も大腿筋膜張筋の働きです。じゃあ本来であればスクワットってなるべく二インしないで上げることが理想なので、まあそういう働きですね、股関節内旋の反対の動き、股関節外旋を保つとか外転を保つっていうのは基本的にはこっちで出てきた大臀筋とか中臀筋とかお尻の働きの一つの要素でもあります。
なのでスクワット中に外のももばっかりがしんどくてお尻が全く疲れないっていう場合は、この大腿筋膜張筋に頼ったスクワットをしている可能性が高いです。でこういったのを繰り返してしまうと股関節内旋、まあ、無理やり骨盤のスペースを潰すような動きをしちゃうんで、これインピンジメントとかそういう怪我の原因になったりするんで、結構ねやっぱ二陰って重さを扱う上では一つの技術として使えるんですが、割とこの怪我のリスクも上がったりするんで注意です。なのでしっかりと意識として持ってほしいのは、膝を開いてしゃがむこと、そして膝が極端に内に入らずにスクワットを行うこと、ここが重要かなと思うんで、でその他にもお尻が、まあ、骨盤が無理やり上がることによってグッドモーニングの形になります。で、まあ、そうなると腰を痛める原因にもなったりするんで、まあ、スクワットしっかりするときは膝をしっかり外に開くこと、そして二陰、なるべく二陰せずに立ち上がることで、二陰しないと持ち上げれないような重量はやらないこと、まあ、そこが怪我をせずにスクワットをしっかり行う秘訣かなと思うんで、まあね、ここ二陰癖があるとか太ももの外側ばっかりしんどいという方は一度フォーム見直してもらうことをお勧めします。では最後は長径靭帯炎について見ていきます。まあ、長径靭帯炎そんなに馴染みはないと思うんですが、膝の外側の痛みです。大体位置でいうと膝がここにあって、その上ぐらいですね、ちょっとこの辺りが痛むっていうのが長径靭帯炎の特徴 で特に長距離ランナーですね、まあ、長い距離走る方とか、あとは自転車競技好きな方も多いかなと思います。でどういった怪我なのかというと、これは反復性の摩擦障害といいます。なので繰り返して起こる摩擦によって起こる障害で、じゃあどういった摩擦が起こっているのかっていうのを見ていくと、まずこれ膝です。大腿骨がここにあって、脛骨すねの骨こっちです。で前後ろっていう形ですね。でこの時に長径靭帯の走行というのを見ていくと、まず膝関節屈曲ゼロ度の時は長径靭帯っていうのはこのね、こういった形で通っています。でちょっと注目してほしいのがここの膝の外側の出っ張りです。でこれ膝関節、でこれを大腿骨の外側上窩と言います。外側の膨らみですね。場所で言うとね、ここです。外側の膨らみ、この部分ですね。この前を通っているのが長径靭帯です。でそこから膝を曲げます。だいたい屈曲40度から50度ぐらいまで行くと、この長径靭帯というのは大腿骨外側上窩の後ろを通るようになります。こういう感じで膝関節屈曲ゼロ度では前に通ってたものが、こうやって膝曲がることによって角度が変わって後ろに行くような感じですね。でもう一回ゼロ度に戻るとこっち前に戻ったりするんで、つまりこの45度から50度の屈曲の境目とそこから進展していくっていう動きで、長径靭帯っていうのはこの外側上窩を何回も乗り越えたりします。こういう形で、でこのような形で乗り越える際に起こるのが反復性の摩擦で、その摩擦がその摩擦とかに耐えれなくなると膝の外側が痛みが出るといった障害です。で基本的には人間って摩擦の多い場所とかストレスの多い場所は血液法とか、まあ、そういった循環、そういったね、まあ、潤滑するようなものがついてたりするんですが、それでもね追いつかなくなる場合っていうのがあって、まあ、それは大体こう長径靭帯がガチガチに固まってる人が多いって言われてます。まあ、じゃあどうやって固まるかっていうと、スクワットの時に二陰の癖があるとか、そういったことをしすぎて大腿筋膜張筋とか長径靭帯酷使しすぎると固まりやすかったりとか、お尻の筋力が弱いですね。大臀筋とか中臀筋が普通にしっかりと働いてくれることで、この股関節外転とか屈曲とか内旋とか、まあ、被ってる作用しっかりやってくれるんですが、お尻が弱いとこの屈曲外転内旋という作用を大腿筋膜張筋とか長径靭帯で補わないといけない。じゃあ疲労が溜まってガチガチになってしまう、まあ、そういった流れがあって、お尻が弱い人とか、まあ、その酷使しすぎている人とか二陰癖がある人っていうのは、やっぱりこう長径靭帯の状態も悪くなって、なおかつこう長距離走ったりするきっかけがあれば反復性の摩擦障害として膝の外側の痛みにつながったりするんで、ここはまあしっかりと注意してもらう必要があるかなと思います。で大腿筋膜張筋とか長径靭帯ストレッチするのは結構難しいと思うんで、ホームローラーとか、まああいうローラーですね、太ももの外側に当ててもらってほぐすのが一番いいかなと思うんで、まあ、ちょっと硬いなって自覚ある人、膝の外側が痛む人っていうのはこういうのやってもらうことをお勧めします。
で以上で一通りの説明が終わったんで、ちょっと最後復習していきます。で大腿筋膜張筋というのは骨盤の前側ですね、 ASIS、 ここから長径靭帯を介して頸骨側面の外側につきます。まあこんな形で太ももの外側についている筋肉です。で大臀筋とも起死停止の関係で関わっていたりして、股関節には屈曲外転内線、上げるのとか外に開く、内に絞るっていう作用を持っています。で膝関節ちょっと特殊なんですけど、屈曲90度未満では伸展、90度以上では屈曲という作用を持っていて、その他にも頸骨外旋とかニーアウトを防ぐといった役割を持っています。でニーインと結構関わりが深くて、まあ、股関節内旋することによって、まあ、これ大腿筋膜張筋の作用でもありますね。ここを使うことによって骨盤を無理やり持ち上げます。でその状態っていうのは持ち上げたら膝は屈曲90度未満になるので、大腿筋膜張筋の膝関節伸展という作用を使ったりすることができます。まあ、そうすると任意ですね、無理やり持ち上げることができて、お尻とか大腿四頭筋とかはもちろん使うんですが、大腿筋膜張筋メインのような形になっちゃうと太ももの外側ばっかり張ったり痛みが出たりするんで気をつけてください。であんまりにも続けていると股関節インピンジメントとかグッドモーニングの形になってしまうので腰痛の原因にもなります。でそういった形でね、酷使しすぎると長径靭帯炎というのが起こりやすくて、長径靭帯は膝の屈曲角度によって走行の位置が変わります。大腿骨外側上顆を乗り越える形を取るんで、ここによる摩擦で結構痛めることが多いんで、特にまあ長距離ランナーの方はこの辺り注意してもらえるといいかと思います。以上が大腿筋膜張筋の解剖学になります。まあ、今回は初めて一つの筋肉だけテーマにしてあげたんですが、割と重要なところが多いです。まあ、特にこの長径靭帯とかこの股関節の働きとかっていうのは大臀筋とか中臀筋と密接に関わってくるんで、また復習としてそっちの方を見てもらえるといいかなと思います。でスクワット、まあ、何回も言うことになるんですが、ニーイング癖ある方は早めに直してもらう方がいいです。で矯正方法っていうのはいろんなことはある、いろんなやり方はあるんですが、まあ、基本的にはこう軽めの重量に設定してもらって、ボトムストップスクワットなどもおすすめです。しゃがんだ位置でだいたい 2,3 秒止まってニーインせずに切り返す、だいたいメイン重量の 60% ぐらいでいいと思うんで、しっかりと膝を内に絞らず上げるというね、形から作り直してもらえるといいんで、ぜひ試してみてください。でこの動画は公開後、メンバーシップ限定でライブ配信を行っています。でライブ配信では解剖学のもうちょっと細かい知識とかトレーニング技術面の話とかもしているので、もっと勉強したいという方はぜひご参加ください。では今日はこれで終わります。